こんにちは、こんばんは、おはようございます。いい子ちゃんです。てーイエー。はい、というわけで今回はマリーダってやつだね。ランプが夢見る黄金の夜ってやつだ。このクエストはね、あれが狙いやすい、白亜。うん、すごい白亜狙いやすいクエストになってるから、白亜を狙うんだったらこのクエストが一番いいかなって思ってます。うん、あれ先ほどなっちゃった。よいしょ。本当にね、このクエストが一番ベリーベスト、一番いいと思います。はい、ちょっとね、通信中なんでちょっと待ってくださいね。これ録画できてるよね。できてるできてる。はい、始まりました。メンツはね、白亜を意識したメンツであり、またあれだね、あれがいいと思う。貫通のぷよぷよで出てくるからさ、このぷよぷよが出てくることを考えて貫通は1体入れた方がいいんだよね。うん、まあもう攻略サイトで出てるからね、今更ね攻略動画ですなんて出してもね、あんまり意味ないんじゃないかなと俺は思ってるんでね。まあだからあえてね、私はあれなんですよ、攻略動画って名前を、ね、書いてないんですよ。そういう意味があるんですね、実は。今更攻略動画ですね、新鮮味もないというか。ああ、これキラー効くの、キラー半端ないね。よし、これは縦勘、ちょっと右の縦勘で、よっしゃ。そんな難しくないんだよね、マリーダはね。うん、比較的やりやすいダンジョンっていうか、クエストというか。よし、あ、やべえ、ミスった。俺の腕前は最強レベルに低いからね。よしよしよし、いいぞ。おー、いいよ、いいね、いいよ。よしよしよし、いいぞ。まあ、正直ね、このモンストでね、あんまり上手いみたいって実はないよね。うん、まあある程度の層まではね、ある程度の層以上いっちゃうともう狙ってマッチとかあるけど、もうマッチがバカスカできる人じゃない限りは別にそんなに上手い下手ってないよね。で、結構このゲームもうすぐ1年ぐらいだよね、やっててね、ちょっと思ったことでござんす。よし、そんな難しくない、ここはやりやすい。行くぜ。あー、あれ当たんなかったっけ。そうか、ここダメージウォールなのか。なるほどね。いいね。お前、いてててて、これやべえ。よっしゃー、元気。まあちょっと滝足は危ないね、これね。全然適正じゃなかった。適正じゃねえよ。これ攻撃をされる前に攻撃しないとやられるやつだ、これ。これ、なんかちょっと、あっ、この声の音。すごい。すごい。次いいんじゃない？次、滝足で、全員当てていく感じで。あ、でも危ねえかもしんないね。おお、大丈夫だった。あ、いいね、いいとこにいるよ。よいしょ、残したぜ。あれ、いてててててて、あー、よし、これ大丈夫しよう。よし、行くぞ。この子の毒は効くわよ。大丈夫だ。ちょっとね、最近ちょっと LED 変えました。うん、ちょっと雰囲気変わったでしょ。ほんと YouTube でね、動画撮ってるんでね、あれが必要、ほんとに。なんて、照明、これ大事、マジで。照明は結構大事だから、 LED の電球とか買うといいかもしれないね、もしこれから YouTube 始めようって人はね。
うん、なるほど、こうなってるわけか。なるほどな。お、もういいとこ行ったかもしれないね。お、悪くない。おわお、お、いいね。あー、すごい。カン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 と。いいね、バリア。素晴らしい。いてこれも使っちゃいましょう。我が妖力よ、この国を大人とかせ。せい。オッケー。この子の毒は効くわよ。オッケーでござる。そんな強くないからね。で、これ、白は出やすいからね、ここね。あ、出やすいってことないか。楽しみだね、ハクアが。ピヨリンがいるからこっちにしよう。こんな感じそう。ぷよぷよがやったら危ないだろ。いいね、いいよ。いや、いいね、いいよ。いいね。バシューっとこうね、吸収されて。いや、いいかもしんない。この感じどう。クラマの陣痛、やりやすい。これマジ義経激痛とかになってもね。よし、あとちょっと、あと一発。どうだね。いてえけども、まあまあ余裕でしょ。よいしょ、爆殺。そんな強くないからね。よし、バリーダーやりやすい本当に。まあもう運極ですけどね。白羽狙いで回る人多いんじゃないでしょうか、ここは。本当にアクアもね、光だしね。そう簡単には出ねえけどな。何百回もあったんだろうな。お、いいね、いいよ。3つ、はい。アクア出るか、アクアが出るかチェック。ここで出るかで分かるよ。よいしょ。まあ勝ったら出ないけどね。というわけで、私のマリーダ攻略でした。